天気予報です。この後も広く雨が降るでしょう。九州から東海の太平洋側を中心に非常に激しく降る恐れがあります。引き続き土砂災害などに厳重に警戒してください。気温は昨日より高いところが多いでしょう。週間予報です。名古屋から福岡は明日も雨が降るでしょう。金曜日以降も西日本はぐずついた天気が続きそうです。東京はこの先も晴れ間がある見込みです。天気予報でした。